2018年、戦国島流し、オープン戦、斎藤貴弘対、小松純也、第7試合、サイコロ。はい、というわけで、いつものガストちゃんはこの間だっけ怒られるな。いつものジョナさんから、小松純也です。はい、斉藤です。また自分の名前忘れた。さすが偽名なんだけど。なんかこうお互いの顔になんかちょっとあれがあると思うんですけど、これはほら、昨日の島流しの結果で、僕らが結構割と僕が苦労してこいつ楽勝で帰ってきたっていうところと、こういったストレスがなくなってホッとしてるのと、僕はこいつの人生もしょうがなかったんでめちゃめちゃストレスいっぱいでいろいろスケジュールがカツカツで死にそうやということで、理解していただければと思います。というわけで、前回はね。その千葉と、蒲田でしっかりやってきたんですけど、次の、サイコロを振ってですね、今日から新しい丼で、やっていきたいと思います。今からサイコロ振ります。お待ちかねのサイコロタイムです。はい、次の行き先サイコロでまた決めていきたいと思います。1と5。はい、じゃあ次の行き先は埼玉県の久喜市、久喜駅ですね。いや前から行こうと思ってたんですよ。いや嬉しいな。なんかね前の旅で行った時もね結構人が温かかったんで、今回もいい出会いがあるかなと思います。じゃあ頑張っていきます。斎藤貴弘、あやめの里、久喜。久喜、耐久度7560。もう正直どこが出ても行きたくないんですけど、しんどいからやってきますよ。はい、よいしょゾロ目やから嫌な予感したけど、まあ近いね、柏です。まあでもまた千葉県やろ。なんか俺最近千葉の人にちょっとしんどいって思ったばっかやから、ちょっとテンション下がるな。でも6300円だよ。あ、そんなもんか。うん、だから千葉も5800円やったんやでもうしんどいってほんま。まあ、とりあえず頑張ります。はい、小松純也、千葉の要衝、柏駅。柏耐久度6180。はい、というわけでですね、サイコロ決まりましたということで、僕がまた千葉県の柏で、彼が久喜市。嬉しそうやね。まだ遠いねんね。久喜。分かってる。まあそんな感じで次回もよろしくお願いします。またね。次回第7試合、2018年3月17日土曜日、小松純也、柏、斎藤貴弘、久喜。生きて帰ってこれるのか、乞うご期待。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。この世界が私を愛してくれているんだって教えてくれた、あなたの柔らかい唇。この世界のどこでもあなたがそばにいてくれれば、私は温かい気持ちでこの世界を愛してゆける。